アメリカのバーモント大学などの研究チームはカエルの細胞から開発した生態ロボット、ゼノボットが自己複製するとの論文を発表しました。 Ative, and that design looks like、a AI を利用して数十億種類の形状を試した結果、ビデオゲームに登場するパックマンのような C の字型が複製をより効果的に行うことが分かりました。And when these nine They unintentionally get cells caught in their "quote unquote" mouths. They push those uh, cells into larger piles, and larger piles become larger and stronger and faster-moving children, which make larger grandchildren and great-grandchildren. 2020年に発表されたゼノボットは、アフリカツメガエルの幹細胞を1ミリ以下のサイズに再構成したもので。 誕生からおよそ2週間で自然に崩壊しますゼノボットはそのサイズや特性を生かし体内の幹部に薬剤を届けるなど医療のほか 農業や排水処理など幅広い分野での活用が考えられます。